じゃあ弁慶の力石ですね。弁慶が持ったんですかね。力石の起源は、石占いって言われて、願い事をして、で重いと思ったら、ね、叶わないと、軽いと思ったら叶うというようなものですね。でいろんなところにありますけど、持ってて軽かったら願い叶うとかいうの、あれの、まあ、大元の話らしいですね。これが弁慶の、力です。いや、持てそうは言えないですけど、全然持たないで行きます。腰痛くなると思うんで